アップルマッキントッシュマック OS マック OS10V10.0 マック OS10V10.0 はアップルが開発、販売したマック OS10 の最初のバージョンである。バージョンナンバーは10.0。コードネームはチーター。マック OS10 シリーズとしては初の公式リリースである。2001年3月24日に発売した。オープンステップの技術と旧マック OS の技術を融合し、 全く新しい OS として開発されたもので、従来のマッキントッシュと比較して、劇的に安定性が向上した。新たに、a クア a というインターフェースを採用し、従来の MacOS とは、デスクトップやファインダーのデザインや機能が大きく、異なっている。ユニックスベースとなっており、ターミナルからユニックスコマンドを実行できる。メールやテクステディット、チェス、プレビューといった。 ネクストステップオープンステップ由来のアプリケーションが付属しており、オープンステップで評価が高かった開発環境の CD ロムが同梱されていた。1999年秋のリリース予定と発表されていたが、たびたび延期され、2001年3月となった MacOS 10初の公式リリースであったが、DVD プレイヤーは存在せず、 Mac OS 9に比べ全体的に動作が遅く、機能が少ないなど制約が多い。対応機器のドライバが非常に限られており、Mac OS v 10 V10.0 でネイティブに動作する Adobe Photoshop や Adobe Illustrator、Microsoft Word、Microsoft Excel がないなど、対応アプリケーションも少なかった。iTunes は付属しておらず、後からソフトウェアアップデートで提供された。 このような欠点は半年後にリリースされた MacOS 10 V10.1 から段階的に解消された。V10.1 リリース当初に V10.0 ユーザー向けで無償アップグレードの CD-ROM が配布された。MacOS 10今週末から販売開始。Apple Newsroom HTTPS www.apple.com JP Newsroom 2001-03-21MacOS X-Hits Stores This Weekend 2018年5月9日閲覧。ベイアップル OS 新戦略99年に MacOS 10を発売。pc.watch.impress.co.jp2021 年4月8日閲覧。MacOS 10初のメジャーアップグレード今週末から発売から。 新しい MacOS 10バージョン10.1をすべての MacOS 10ユーザーに無償で提供。ありがとうございます。